沖野上島神社神社、沖野高島神社は、長崎県北松浦郡小地町の尾崎里にある神社、境内の祈願、大遺跡で知られる。島内北端、標高305メートルの山の中原の斜面に建てられ、五島列島に所在する神社では、最古の一つとされる。旧社格は豪社。野崎島では、江戸時代末期に移住してきた隠れ切りを除く、ほとんどの島民が、 同社の氏子であり、ヒキリスト京都集落の野崎集落では、親へと称する、新刊家を中心として、住民が非常に強い絆で結ばれていた。新刊家は、野崎島の各集落が島外へ移住した後も残り続け、東東が無人島になる前の最後の住人となった。本来は、本社を、沖継ぐ、前方湾を挟んで対岸のおじか島前方橋にある、 地の上島神社を本宮とし、二社を合わせた一社として、上島神社と呼ばれた。主催神は、上島大明神で、四直大明神と七郎大明神を、兵祭りする。なお、時分王名は、長崎県本土唯一の式内社として高い格式を、持っていた四直神社の主催神であり、鴨部一足王名の兄とされる。また、七郎氏、広塩は二人の部下と伝える。 境内から見た、オジカ東王遺跡拝殿の後輩には、王遺跡と呼ばれる巨大なン座が存在する。頂上までの高さ24メートル、両柱の端から、端までの幅12メートル、頂上テーブルの広さ5メートル3メートルという、非常に大きなものであり、自然の産物か人の手によるものかそのなりたちは、定かでない。神社創建以前の古代から、原始祭壇として、 本来の上島信仰の対象となった巨石ともされ、かつてはこの石の上で、神楽らが回れたとも言われている。山越山道入り口の鳥居四十河島の部落ごと、くじで参拝日を決め、座世も仕立てて参拝し、豊作大量の祈願をする。参拝帰りにはよく船焦げ競争が行われた。特に柳の東西両号の船焦げ競争は、年中行事の一つで、 参詣する船を個人所有のを借り受けて、東部と西部に分け、選手が自分の好む装置を選出して船焦げ競争をした。野崎に参詣しない人は、村全員四時期神社に参拝し、船の帰る時刻には浜に出迎えて陸からの応援で、大変な賑わいだった。勝った船は勢いよく、ハイヤヒョウハララハララと掛け声勇ましく、浜を1回転も2回転もこぎ回った。 夜は祭り宿で祝宴を催した。ありがとうございます。